本日はキーワードマーケティング研究所代表取締役社長滝秀則様の方にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず滝井さんの現在の事業内容をお聞かせいただいてよろしいでしょうか。はい、はい、私はキーワードマーケティング研究所というですね、会社を運営しておりまして、そこでは会員制のコンサルティングビジネスをしています。全国に約800社さんの経営者さんですね、ビジネスオーナーさんたちに会員になっていただいて、みんな、インターネットマーケティングに、従事しているか、もしくは、これからインターネットビジネスに参入したいと思われている方々ですね、そういった方々を、クライアントさんになっていただいて、電話とか、メールでのコンサルティングと、あと3ヶ月に1遍ぐらい、セミナーをやっているというようなビジネスをされています。なるほど。あとは、私の会社の 100% 出資でですね、そのキーワード広告と言われるものの、広告代理事業を、同時に行っています。なぜキーワードをこのビジネスしようというふうに思ったんですか。そうですね、はい、これはですね、随分前に遡るんですけれども、はい、今から6年前にですね、はい、私がサラリーマンから、独立企業をしたんですけれども、その時に、もともとインターネットビジネスというのは全く考えないで独立企業は考えていたんですが、その頃ペットがブームだったものですから、いわゆるペットビジネスで企業をしようと思って、いわゆる地域ビジネスに根ざしたですね、展開を考えていたんですけれども、たまたまそのペットビジネスをやろうとしていた頃に、ある方から、今その Google のアドバーズという広告で、いわゆるペットビジネス関係の告知をすると非常にお客さんが集まるよという話をたまたま聞いたんですね、で、あ、そうなのかと。でその時はネットビジネスに関しては全く興味なかったんですけども、じゃあ一応テストでやってみようかということで、ホームページを作って、あるサービスですね、ペットビジネスサービスを、そこで告知をしたらですね、1月に300件ぐらいお申し込みがいきなりあって、もうちょっと独立会議をしたばかりだったので全然さばききれないぐらいお客さんが来てですね、これはすごいなということで、そのままいわゆるキーワードに連動した広告で Google アドバイズというのは当初2003年に始まったばっかりだったんですけれども、その時に私が活用したそのマーケティングの仕方が非常に良かったんですね。当初はあまり知ってる人もいなかったものですから、これをもっと世の中に広めて、もっと供給者と提供、需要がある人と供給者をつなげるようなビジネスをもっと世の中に広めるべきじゃないかなということを考えてですね、いわゆるキーワードに関するビジネスを始めようと思ったのがきっかけです。